凄まじチャンネルはアースサポートの提供でお送りします。実家のいらないものの処分、マンションに引っ越した後の荷物、昔は大切にしてたけど、いつの間にやら不用品、片付けどうしよう、片付けどうしよう、お、片付けどうしように、片付けどうです。事前にしっかり無料見積もり、安心の定額パック、サービスいろいろ、どんなものでも片付けます。任せて安心片付けろ。どうも皆さんこんにちは、島根サロマジックオフィシャル YouTube すさまじチャンネルスサナビ、お相手は MC 本庄でございます。よろしくお願いします。さあ、この動画は島根県唯一のプロスポーツチーム、プロバスケットボールチームの島根サロマジック、まだ観戦したことないよっていう方はもちろん、すでにがっつり楽しんでおられる方、すべての人に島根サロマジックの魅力、楽しみ方をお伝えしようという趣旨でございます。今日はホームゲーム、ホームアリーナの楽しみ方ということで、観戦シート、飲食ブース、グッズ売り場などなど、僕 MC 本庄独自のポイントなんかも加えて皆さんにお伝えできればなと思いますので、ぜひ最後までしっかりチェックするようにお願いします。さあ、それでは早速会場に行きましょう。レッツゴー。さあ、会場入場ゲート入りますと、目の前には階段が現れます。こちらの階段は会場のレイアウト上、下り専用の階段となってますので、2階席に上がられる方は奥に進みましょう。さあ、入場ゲート入りまして奥まで進んできました。奥まで進むと階段と扉が現れます。こちらの階段進みますと2階席へ上がることができます。そして1階席のチケットをお持ちのお客様は、こちらのドアから1階席中へお入りください。さあ、2階にやってきました。2階は2階自由席と一部2階指定席がございます。入って左手がメイン側、右手がバック側になります。イベントやセレモニーなどはメイン側に向かって展開されますので、おすすめはメイン側に座ること。それでは2階自由席、メイン側の方に行ってみましょう。さあ、2階席にやってまいりました。2階席はコートだけでなく会場全体が視界に入るので、会場の雰囲気を存分に感じながらゆったりと観戦することができます。また全観戦席の中で一番値段がお安いので、初めての方におすすめです。さあ、1階席にやってまいりました。もう2階に比べて断然コートが近いので、迫力臨場感満点でございます。そして僕が座っているのはアリーナ S 席、コートサイド2列目でございます。コートサイド1列目から3列目までに座ると、試合終了後に選手とハイタッチができるという特典付きなんです。はい、ここで僕本庄のおすすめシートのご紹介です。僕のおすすめシートはここ1階スタンド指定席メイン側でございます。1階の魅力である迫力臨場感は残しつつ、コートとの程よい距離感、そしてひな壇席になってますので、試合全体状況をじっくり見ることができます。1階スタンド指定席おすすめです。
ここで僕本庄からあなたへ一つワンポイント耳寄り情報でございます。前半と後半の間のハーフタイム、こちらを利用して多くのお客様がトイレや自動販売機にジュースを買いに行くということをされると思います。でもね、大変混み合うんですよね。そんな時におすすめなのが2階のトイレ、そして自動販売機を利用するということでございます。さあ、体育館2階観客席を見ますとですね、裏側に行く通路があそこと、あそこにあります。そして反対側にも同様に2箇所ございます。裏側に行きますとトイレがございます。ここのトイレ2階大変空いていますので、ぜひね2階に行ってみてください。そして自動販売機の方も2階大変空いておりますので、1階の自動販売機トイレが混んでるなっていう時は2階に行ってみてください。これが僕からの耳寄り情報でした。さあ、1階グッズ売り場に来ております。UFO キャッチャーがあるんですよ。つかむ。すさまじチャンネルはアースサポートの提供でお送りしました。最後までご視聴ありがとうございました。また見てね。